創業からわずか2年間で80店舗を超えるフランチャイズを展開するエクシア株式会社。今回は瀬名社長が群馬前橋店オーナー篠原さんのマネジメント力を視察。ずっと働いてきて、ずっと自分の体もしんどいです。篠原さんが心に秘めた思いを打ち明ける。今日はですね、前橋店の、篠原さんのお店に来てます。まあ、ちょっと一番気になってたのが、この前話してた時にスタッフさんが結構ちょっとこの数ヶ月で半分以上辞めちゃったというので、結構マネージングじゃないですけど、このちょっと人の問題があるなと思ったんで、まあ、実際どういう方が働いてるかだとか、今どういう会社の雰囲気なのかとか、そういうのって行ってみないとわからないんで、ちょっと突撃してみたいと思います。風にしていきたいとかっていう思いはあるんですけど、伝えきれなかったりとか、言ってどういう風に思われるんだろうとか、言ったらやめちゃうかもしれないとかって思って、こう言えないでいたらどんどんなーなーになっていっちゃって、取り返しがつかなくなっちゃったというか、軌道修正が難しい、こう関係性になってしまうみたいな。そうですね、前回その瀬名さんとお話しさせていただいた時に、思いは強いけど伝わってないんだよっていう風に言っていただいたので、今までこう言ったらどういう風に思われるんだろうとか、そういうのをすごい気にしてたんですけど、気にせずにこう自分の思ってることだったりとか、スタッフに対する思いとかをきっちり言っていこうと思って、言っていったら結構スタッフが共感してくれて、一緒に頑張りたいですって言ってくれて、いい方向にはすごく向かってるかなと思います。前回瀬名社長との話し合いを経て、自身を見つめ直した篠原さん。そんな彼女を気にかけ、瀬名社長がやってきたのはエクシア前橋店。お客様への接客、従業員との接し方などをチェックし、何が問題なのかを把握する。最近痩せたい、こうダイエット頑張るみたいなお客様多いですか？シリーズやっぱ気にしてる方が多くて、はい、私に合うのはどのマシンだとか聞かれること多いです、はい。ここで瀬名社長は篠原さんではなく従業員を呼び出した。彼女は前橋店で働いて6ヶ月の伊藤さん。一番聞きたいのが、その実際従業員さん、働いてる方たちがどう思ってるのかなと思って。正直働きやすいです、私もこの前に2つぐらい職場働いたことがあったんですけど、もう全然比べ物にならないぐらい働きやすいです、どういうところですか？ちなみにバーカさんが、スタッフのことよく理解してくれるんで、その点ですね。理解してくれるっていうのは、具体的にどうしてそう思いますか？スタッフの性格を見抜くのが早い、接客とかお客さんに対してちょっともやっとこう悩んだ時も、私はそれを出さないようにはしてるんですけど、前川さんがそれをこう先に何かあったみたいな、あのお客さんどうだったとか、こう先に声かけてくださったりとか、もやもやすることが少ない、前はどうだったんですか？ちなみに前の職場と比べてってさっきおっしゃってたけど、もやもやだらけですね。そんなもやもやだらけだったんですか？もやだらけでした。こっち側してました。あ、そうなんだ。そう、雇われてる身だから発言しちゃいけないのかなっていう、そう思わされる職場でしたね、前は。今も結構何でも言える。そうですね、結構じゃあいい感じなんですね。あ、じゃあすごい人です。それが良かった。いや、なんかやっぱり一方の意見しか聞いてなかったんで、実際その働いてる方ってどうなんだろうなって。でも私も、でも篠原さんと喋ってて、結構気にしいだと思うんですよ、すごく。人がどう思ってるかなだとか、だからこそ気にしちゃって言えないとかっていうのがなんかあるなっていう節があると思ってたんで、人間関係的にどうなんだろうかな実際にと思ってちょっと聞きたかったんで、ありがとうございます。部下からの意外な思いを聞き、良い部分も再発見した瀬名社長だが、どうしても篠原さんに聞いておきたいことが。さっきね、スタッフさんと喋ったんですけど、なんか全然あんまり不満なそうな感じだったんで、なんか別になんか人間関係が問題なのかなと思って、なんか純粋に今までいらっしゃった方とかがなんで辞めちゃったんだろうなって思ったんで聞きたいんですけど、なんかどうして辞めちゃったんですかね？ちょっと
かんないんですけど、うん、具体的なあれなんか聞いても無駄かなって結構思っちゃって、うん、表面上のことしかきっと言わないだろうなって思うし、聞いたところでもう辞める人なんで、辞めるって一回決めた人をもう一回やる気にさせるのってこうなんか期限があるなって私的に思ってて、うんうん、なんでなんか聞く必要ないかなみたいな感じだったんですけど、うんうん、なるほどね。大前提として聞きたいんですけど、スタッフがそんな頻繁に辞めるような店ってどうですか？いいお店だと思いますか？それは思わないです。やっぱ相手のことを聞かないとわからないじゃないですか、はい、で自分の思いを伝えたら分かってくれた部分が多々あったっていうのをさっき言ってたと思うけど、はい、辞める人だから今後やる気がならないからだからもういいやっていうのはかなりこう自分の目線だけ、はい、経営者の目線だけかなと思うんですね、はい、私も苦しいですよ正直。あの退職する時って悲しいです。どっちかというと、はい、ステップアップだったりだとかポジティブに辞めていく人ももちろんいます。なんですけどやっぱり残念だなと思う気持ちもあります、はい、だから必ず聞くようにはしてるんですね、はい、その今までの人たちの結局この会社、はい、このサロン誰一人かけてたら今の篠原さんってないと思うんですね、はい、考えたらまあそこの理由は聞いてもいいかなと思うし、はい、それに対してどう思ったか、はい、これを怖がらずに伝える、はい、っていうのは、まあ、やっていただきたいですね、はい、まあもう過去のことなんで、はい、あれなんですけど、はい、それを今いる人たちにやってあげてほしいって思いました、はいはい、スタッフが頻繁に辞めるような店でいいはずがない。相手を深く理解できなければ組織は作れない。そんなアドバイスを聞き改めてエクシアに参画した理由を思い出した。根本はやっぱり子どもとの時間を増やしたくて、うん、そのエクシアさんの人材の育成にすごく力を入れてるっていうのが私の中ですごく響いて、サロン経営して5年目でもう子供が幼稚園の小さい時からもう今3年生で、うん、もう本当正月以外休みもなく、うん、朝から夜までもうずっと働いてきて、正直自分の体もしんどいですし、うん、エステって結構力仕事なんで、うん、でそんな中やっぱ人も育たなくて辞めてしまって、うん、子供との時間もなくてっていう、まあ、約5年間ぐらいを過ごしてきて、このままじゃいけないなってずっと悩んでて、うん、でも人を育てることもできないし、うん、なんかこうどうすることもできなくてってなった時に、そのエクシアさんのフランチャイズのお話で人材育成にものすごく力を入れてるっていうのを聞いて、うん、私はこれをやるべきなんだなと思って、うん、それをやることによってやっぱ子供との時間が増えたりとか他のことができる時間が増えたりとか、でスタッフもより良くなっていける環境、会社作りがこうできるようになるんじゃないのかなっていう期待を込めて、あのエクシアさんのフランチャイズに加盟させていただいたんですけど、うんうん、エクシアを始めたのは子供との時間を作るため。今まで心の中に留めていた思いを瀬名社長に打ち明けた。こういう風な話をぜひ今度はスタッフさんにやっていただきたいなと思いますし、はい、お客様にもしていただきたい、はい、なので、まあ、ここもすり合わせながら引き続きやっていけたらなと思うんで、はいはい、でもこの1ヶ月で分かったことはやっぱり自分の弱み、はい、でそこの弱みに向き合って実際ぶつけてみたらよかったってことじゃないですか、はい、まあ、頑張っていきましょう、はい。